何しに来られたんですか、本当に。いや、まあでもね、立ち話もなんなんで、はいはい、このところじゃあれですから、どっか。ほんで、ちょっと待って、今気づいたわー、はい、あら、こういう人がいるわ。え、なるほど。でも、いいタイプの芸人が来た。勉強だろ、俺、分からんか。脱いでください。これか。脱いで。何ですか、ここ。これもう昭和で終わってんねん。こういうの。平成と、これ昭和で終わって平成はちょっと待って、靴脱いで。ちょっと待ってください、リストさん。いや、宮下、遅いな。ちゃんと。おいおい、わざわざ。帰って、帰って。僕はもう、まだ脱いでる状態なの。帰って。脱いで。なんでですか。靴脱いで。だって、ここ、だってそういうとこでしょ、これ。終わって、この時代。この時代終わったの。土足で上がって、やめろっていうの終わったんですよ。この突撃を今、勉強してる。そうなんですね。突撃をですね、はい、はい。今後、いろいろな方々にしていただくためにも、こうやって、今、宮迫さんに教えてる。いや、いいです。僕まで学んでなかったので、脱いでしまう。すいません、脱いでしまいました。いいです、本当に。いいです、本当に。これ、令和こんなんやらへんねん。まあ、でも、西野さんもここは、ね、喋るのはあれだけど、中、どこか。わかりました。じゃあ、もう脱ぐだけ脱ぎますから。でも、ここで。本当に、なんで来たの？なんで来たね、タクシーで来ましたよ。乗り物ちゃうねん、集団聞いてるんちゃうねん。僕エログランドです。僕エログランドで理由を聞いてるんですよ、はい。交通手段聞いてるわけじゃないですよ。あ、そうなんですか。古いんですよ、全部。お話が面白いと思った方は、チャンネル登録並びに高評価、ぜひよろしくお願いします。